はい、こんにちは。山本幸一郎です。今日もね、Galaxy S10 スマートフォンで撮影してます。で、音声はアルコブル線のワイヤレスマイクにヘッドセットで収録しております。このね、ヘッドセットマイク多分 Amazon で6000円ぐらい。安くないですかしかも音結構良くないですかうん。で、えー、ビデオライト。これタイムセールでね、こっちと300球かな ?300 球の LED ライトをこことこっちに。 つけてます。これ2つで多分、しかもバッテリー4つついて、電源なしで駆動するんですよ。まあ今、あの、ここオフィス、スタジオ兼なんで、AC 電源、コンセントから電源取ってるんですけど、これね、2つセットで、バッテリーも4つついて、2万円で購入できたんですよね。すごくないですかで、えー、撮影は手持ちのスマートフォン、Galaxy S10 です。うん。これね、マイクと照明揃えれば、あの、わざわざその、 撮影用のカメラ、コンデジとか Vlog カムとか、あとハンディカム買わなくても、手持ちのスマホにプラス、えー、約3万円照明とマイク投資するだけで、かなりね、っていうか、こっちの方が効率いいんじゃないかなというか、いい絵が撮れるんじゃないかな。しかも気軽に。で、データ戦争の必要もなくて、スマートフォンで動画編集して、そのまま YouTube にポンと上げれるってめちゃくちゃ気軽に、 スマートフォンで YouTube が撮れるっていう、そんな今システムを頑張って構築しております。あ、初めましての方、初めてご視聴いただいている方、私、山本幸一郎と申します。よろしくお願いします。<laughs> ここね、面白いとこでしょ。古民家なんです。築100年ぐらいの古民家、うん、をベースに、田舎暮らししながら、あのー、古民家の、ここ。まあ、2階というか、小屋裏ですね。をオフィス兼スタジオに、えー、リノベーションして、えー、こういうふうに、YouTube は Vlog 形式で。 撮ってます本業はね、撮影だったりとか、このシーズンだと七五三だったりとか、ブライダルも当然撮ってるんですけど、まあ、えー、カメラマン、フォトグラファー兼、あと会社の経営等々もしてるんで、ここがメインのオフィスになってます。まあ、オフィスでね、空いた時間でこうやって Vlog、いろんな商品を紹介していくっていうチャンネルになっておりますので、ご興味ある方、面白いなと思った方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そう、スマートフォンでいかに、こう、YouTube 動画を撮っていけるかっていうのも検証してるんで、 気軽に、えー、スマートフォンでも、スマートフォンでそうやって結構そんだけ撮れるんだっていう、こうどなたかの参考になればと思って撮ってますんで、はい、ぜひご覧ください。あと僕の動画をね、基本的にノーカットで、えー、約20分から30分、独り言、ブツブツ喋りたいしますんで、うーん、なんていうかな、まあラジオ感覚でね、ご覧いただければなと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。じゃあ今日もね、早速、上げていきましょう。ドン まあ今日言ってもレビュー4つ目なんですけどね <laughs>。<laughs> えーっとねー。さあ、これも Amazon さんですね。これ結構やっとタイムセールの開封が終わって、えー、通常の、通常品の購入になります。ドン。はい。はい、出ましたねそう。結構カメラとかガジェットとかのね、レビュー多いし、草刈り系 巻きストーブ系とかもやっていきますんで、そういうのをぜひご覧ください。なんか、シンプルですね。This is a set.Don't n o t separate. これはセットです。分けないでくださいってことですね。2セットって書いてます。U-Green Super Speed U 付きコネクタ付き2メーター2パック新品3組。サン warning to our b e d っていう中見えてますけどね。ケーブルです。うわ、買って。はい。サンキューユーグリーンというブランドですね。すべて英語になっております。気持ちいいぐらいすべて英語ですね、はいまあ。特にね、ただのケーブルなんで、 使用説明書っていうのも、まあ、必要ではないんですけどね。うん。まあ僕はね、これぐらいの、こだったら読解力あるんで、はいあの、大丈夫です。ありがとうございます。英語で。はい。しっかり、しっかり熟読しておきます。でえー、っと、で、でですね。これが何かっていうと、まあ2つとも同じものなんですけど、まあパッケージはね、こんな感じです。 スマートデジタルライフ。で、反対側。ここにグルーグリングループリミテッドって書いてますね。アド、あ、これはアドレスとかかなうん。が記載があります。よいしょ。いただきます。お。んなんだろう。ペットショップの匂いがします。 ペットショップって言っても動物の匂いじゃなくてペットショップでしっかり除菌消臭されたあの空間うんうんそうですねペットショップの本当にその衛生管理されたそんな空間の匂いがしますなので、まあ、あの悪い匂いじゃない,ないですしっかりなんか除菌消臭されてるんだなっていうそんな感じの匂いですね <laughs> 匂い、匂いって。はい。で、これ。よいしょ。くるくると、バンドで止まってて、このバンド結構便利なんで、やっぱ置いてた方がいいのかなこれどうしてます皆さん。このあたりのもう USB ケーブルすごいんで、ちょっとこれでまとめていこうかな。これも買えば高いですもんね。 もうそれこそレジ袋有料化っていうね、こういうのもね、もう有料化にしていらない人はね、いりませんって。いりませんって。いう世の中になってもいいのかなと思いますね。それじゃ梱コンポが大変か。はい。じゃあ寄りましょうか。はい。さあ、これはですね、USB ケーブルです。USB ケーブル、USB3.0。 で,すね、で、オス端子とメス端子この2つになってますまあ要はあの USB の延長コードと思っていただければいいのかなと思いますで、ロゴがこういう感じに入ってますねこの USB がどっちが表か問題ってありますよね タイプ C だと両方入るんですけどね。こんな感じのタイプ A の延長ケーブルです。で、長さが2メーターを注文しておりました。うわ、太いな、これ。すっごいな。こんなに太いの <laughs> えっとね、ライトニングと比べましょうか。これ。ライトニングとこんだけ太さが違います。 <laughs> これすごい転送できそうだなそんなに太さ必要なのかな変わるのタイプ USB3.0 度と転送速度で刻印がね見えるかなあ見えるすごいなギャラクシーこんな感じこんな感じで刻印が すごい、しっかりピンときてる。うん。よいしょ。さあ、これが2つなんですけど、何に使うのですよね。で、これ何に使うかっていうと、これ。これです、これ。電熱ベスト。んどこできてるやっぱりね、たいね、オフィスにいることが多くて、 で古民家って寒いっていうイメージあると思うんですけどここはねまだ壁がないんで <laughs> で暖房設備とかエアコンも全くないんでもう当然寒いんですよねなので、えー、空間をぬくめるんじゃなくて僕自身をもう一番近いところでぬくめてあげようということで電熱ベストを着て作業してるわけなんですけど約ねこれ朝の6時から使って何時間かな 最大の温度で、最強モードで、6時から7、8、9、10。約3時間半、4時間使って、2万 mAh の、2000、2万 4000mAh のモバイルバッテリーが、もうほぼ使い切るので、やっぱね、自宅にいるときにモバイルバッテリー使うのもったいないじゃないですか。電源がいっぱいあるのに。ということで、えー、これで、 これでね、AC から給電しようという作戦です。はい。よいしょ。で、こっちの、えー、オスの方は、USB の、タワー型の、タワーの USB の差し、なんかタップがあるんで、それに挿して、で、こっちの、メス側ですよね。メス側を、ここに埋める。 これでね、永久発電というか永久的にぬくいのが担保されるってことなんですよね。切るこたつみたいな。これ刺すと急電できるはずなんですけど、ここが光ったら、OK です。どうだろう。ね、光らない。これ光らなかったのかなちょっと長押ししてみましょう。1、2、3。んえつかない。 マジで。行きます。1、2、3、4。えー。あ、ついた。つきました。よかった。たまにね、この延長ケーブルのものによっては、電熱ベスト、電源入らなかったりするらしいんですよね。ケーブルのせいなのか、その、アダプターのせいなのかわかんないんですけど、稀にあるらしいんで、今回は問題なく、 で刺してうんそうんつけましたねあ多分ね明るくて見えなかったんだと思います OK で今最強モードにしてどれ抜くくなるのかチェックしたいと思いますこれもうやみつきでね手放せないですよこの前列ですと めちゃめちゃぬくいんですよ。で、これ二つあるんですけど、これはね、肩になしに、この胸のところと、背中と腰とお腹ぬくめてくれるんで、お腹ぬくめるとね、めちゃくちゃ調子いいですね。僕あの、冷え性なんで、<laughs> 冷え性なんでね、寒いのが大敵なんですよね。なので、これがあるだけでね、あの、 デスクワークしてると足冷えたりとかお腹冷えたりするんですけどあ、暑い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 オフですオフになってください、うん、暑い OK 暑い問題ないですね暑いううそう電熱ベスト用に延長ケーブルを2つ買いましたじゃあなんで2つかっていうと 今ベストだけなんですけど、今度ね、この足、パンツタイプの電熱パンツを購入しようと思ってるんですよね。そうなると、えー、もう一本いるんで、今回2回、2本発注しました。まあ、タイプ A の延長ケーブルはね、何本あっても困らないんで、ありすぎると邪魔になるっていうだけなんですけどね。台場所拠ね。で、価格が安くて、1本で748円。で、2本で1428円。 うん、まあ、ただの2倍なんですけど、安くないですかいやいや、どうなんだろうちょっとこういう、ケーブル系は、ちょっと、価格に対する、うん、価値観がちょっとバカになってきてますね。安い、安いです。これ安いですね。うん。で、5GP、えー、GP、GD、GBPS。G B USB 3.0で 5GBPS っていう転送速度で出るんで、かなり速いケーブルらしいです。で、この太さなんでね、あの折り曲げとかにも強いし、踏み、踏まれたりとか挟まったりするのも強いんじゃないかなと思います。これここぶら下がってるの邪魔だな。まあでも、ぬくさには変えられないんでね。これ、そうそう、安い。普通に買って1本748円、2本で1428円、送料無料。プライム会員なので。 いや、プライムすごいな。うんまあ、2メーターの USB3.0 のタイプだと、大体1本900円とか800円とかなので、見た限りこれが最安で、しかも品質がいいんじゃないかなと思って、これを買いました。U-Green っていう名ブランドですね。こうやってしとこうか。これサムネ、今日もサムネ撮ります。こう。 はい。<laughs> こうやってもう、ついでにサムネも撮ってます。うん。USB 3.0延長ケーブル。5GBps max 高速データ転送。ですね。うん。最強のパフォーマンス。24金メッキうん。保証期間が18ヶ月。しっかりついてますね。まあ,あ、そんな感じですね。うん。 <laughs> うん。まあね、こういうコネクタというかケーブル系はねいっぱいあって問題ないと思うんで、もう最近は何でもかんでもやっぱ USB、USB、これからも本当もしかして AC 電源って淘汰されていくかもしれないですもんね。こんな感じなので何個あってもいいかなと思って、えー、今回は U-Green の、えー、USB 延長ケーブルを購入してみました。これもね、えー、YouTube 概要欄の方に消費リンク貼っておきますんで、うん。探してる方はね、これ多分 うん、いいと思うんで、ぜひポチッとしてください。価格もね、かなり安くて品質も良さそうです。うん。おすすめできると思います。はい、転送速度を測ったとかじゃないんですけど、ここに電熱ベストにつなげただけなんで、一応電熱ベストにつなげて、えー、動作確認はできました。ということで、もし参考になればと幸いです。 でこの後、ここに、ね、僕がピョンって跳ねてる丸っこいアイコン出てくるんで、ここポチッと押して、その後、ここポチッと押した後、えー、鈴のマークが出てくると思うんで、鈴のマークポチッとしてくれればね、えー、今後僕の動画おすすめか何かに出てくると思うんで、ぜひお願いします。まあ、グッドボタンとかね、えー、コメントをいただけると、今後の動画制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい。今日の配信、今日の動画も Galaxy S10 というスマートフォンで録画して、えー マイクはアルコブルセンのワイヤレスマイクにヘッドセット、ディジツー。で、照明はビデオマイク、両サイあ、ビデオライト、両サイドに2灯で、補助灯が正面に1灯、2灯、3灯、4ワットの、えー、電球つけ、LED 電球つけております。うん。今日もご視聴ありがとうございました。ここの丸い僕のボタン、ポチッと、ぜひお願いします。それでは、また会いましょう。バイバイ。んぐるぐるぐる。これいいっすよ。これ、エルコムのマウス。これおすすめです。 はい、全部今紹介したの概要欄に貼ってるんでぜひご覧ください。バイバイ